合宿遊音。太宰府天満宮の祭神として祀られていく清掃。ご神徳を得ようとやってくる参拝客は増え続け、今や日本屈指の大神社となった。学業の神として知られる一方で、家内安全や商売繁盛、恋愛成就や安産祈願など、願い事も大変多い。遠路はるばるやってきたのだから、他の願いも一緒に叶えてもらおうというのは無理もない。人間誰だって高名な神社で願い事をする。そういうものだ。しかし、いかんせん専門の分野というものがある。私は生前祭り事をしていたので、政治だの祭事には詳しい。おまけに今は暇な時間を使って、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、津軽弁を覚えたマルチリンガルである。勉学の神として当然のことだが、そんな私に恋愛成就の悩みを聞かされても困るのだ。オフィスラブの是非を聞かれたりしても、むしろ続きが気になるばかりである。そういうわけで、日本中の神々が最も忙しくなる正月三が日は、近隣の神々が太宰府の参道の一角にある茶店の2階に集い、昼夜関係なく寝る間も惜しんで、ご神徳を与えるべく仕事をしている。中には途中で現実逃避して神社に参拝に行く者までいるが、全くもって無駄な行為だ。神の願いを聞き届けてくれる神はいない。日本には八百万の神々がおわす。実際には数えきれぬほどたくさんおわすのだが、正月三が日は繁忙期の極みとも言えるため、日本全国すべての神々が死死類類のありさまとなる。そして、三が日の最終日、私はついに倒れた。ちょうど福岡県古賀市に住まう30代女性の英検一級の合格祈願を聞き届けている時だった。ご神徳といっても、いきなり頭を良くすることなどは神々でもできないので、せいぜい受験日当日に風邪をひかないとか、生理が来ないようにするとか、そういうレベルの話なのだが、ついに過労で倒れた。あ、菅原くんが倒れた。三が日は乗り越えられなかったか。仕方ないですわ。毎年参拝客が増えるんですもの。起きろ。とみんなで揺り動かされても体が動かない。もう指一本動かないの。しょうがない。菅原くんも倒れたし、今年も水尾庵に出かけましょうか。宗像三女神の長女であらせられる、興津島姫様だ。ああ、やっと息抜きできる。死ぬかと思った、死ぬかと思った。最近縁切りの願いも多いわね。ちょっと誰だ、俺の尻尾踏んだの。温泉、温泉。わし、正月番組見たいな。浮かの御霊様のところに天津甘栗持ってくの誰の番？私は去年行ったからね。誰か代わってよ。他の神々がそそくさと仕事場を離れて行く中、巨大な腕が私の体を担ぎ上げた。ああ、天の田力の御事様、ありがとうございます。日焼けした真っ黒い肌、真っ白に輝く歯を向いて笑う笑顔。この季節に半袖シャツにアルバイトをしている酒屋、住吉商店の前掛けといういでたち。額のねじり鉢巻きが妙に似合っている。おいおい、神明で呼ぶなよ。長いだろ。田島でいいよ、田島で。いや、だってそれはバイト先のあだ名じゃないですか。いいぞ、酒屋は。酒もあるし筋肉も使えるしな。頼まれてた祝い酒、下に置いてあるからな。
彼女に任せておけばいいんだろ。はい、大丈夫です。しかしすいません、みっともない姿を。気にするな。いくらなんでも参拝客が多すぎる。水尾庵へは俺が送って行こう。え、でも他の神々の方は？もうとっくに向かってるぞ。お前さん置いていかれてるぞ。みんなひどい。まあお前さんは比較的新入りだからな。神になってどれくらいになるんだ？延長8年に雷を落として、天暦元年に神として祀られたので、だいたい1000年と70年くらいですかね。1000年前はこんなに忙しくなかったんですけどね。忙しいのは良いことだ。心身がなくては神として成立せんからな。あとはあれだ、筋肉だ。菅原、お前も筋肉をつけろ。大体のことは筋肉で解決できる。最近はいいぞ。プロテインや加圧トレーニングとかな。筋肉を崇める者も多い。あいつらは俺の氏子だ。ガハハッと豪快に笑いながら、一階へ連行される。もはや人さらいのようだが、とても立っていられないのだから仕方がない。まあまあ、大丈夫ですか？心配そうに声をかけてきた天使の老婆の頭を、天の田力の御子ともとい、田島さんがポンポンと撫でる。まるで小さい子供のように接しているが、古い神は時間の感覚が狂っているので、絹代さんが小さな頃とそう変わらないのだろう。おお、絹ちゃん、息災だったか。まだ生きておりますよ。菅原様は大丈夫なのですか？お髪が真っ白になって。なーに、これから湯治に行くからな。今は切り干し大根みたいなありさまだが、水に戻したようになって帰ってくるぞ。絹ちゃんも来るか？特別に俺が連れて行ってやろう。なに、俺に文句を言える神などそうはおらんぞ。おい先短い身にはもったいのうございます。お留守の間の晩はお任せください。家人にも家には上がらぬよう申し付けておきましょう。先祖代々迷惑をかけてすまんな。何をおっしゃいますか。どうぞごひいきに。参道の方へ出るとさすがに目立つので、店の勝手口から裏手へと出る。さあ乗れ、急ぐぞ。宴に間に合わんと困るからな。あの、この車で行くのですか？おう、いいぞ、軽トラは。狭い道も小回りが利くし、荷台に何でも乗せられるからな。白い年季の入った軽トラの荷台側面に、お酒は住吉酒店と、店のロゴが入っている。慣れた手つきでシフトレバーを動かし、やや強引に車を発進させる。千八稲荷さんのとこからつなぐか。光明禅寺の手前、千八稲荷社の敷地へ入った途端、濃霧にあたりが包まれる。そうして濃霧の中をしばらく進むと、欄干の向こうに水尾庵が見えた。あちこちが霧にかかっているが、その豪奢な建築は見る者の目を奪う。軽トラを路上に駐車すると、またもや片手で担ぎ上げられる。おう、邪魔するぞ。敷居をまたぐと、パタパタと色とりどりの小鳥がフロントの上に止まる。背中には着物を着た神々が、蔵をかけて横座りしている。いらっしゃいませ。天の田力の御事様、菅原道真様、ようこそお越しくださいました。深々と頭を下げられる。毎年お世話になっているのはこちらの方なのだから、頭を下げるのはこちらであるべきだ。すいません。今年もお世話になります。チチッ
と一羽のスズメが指先に止まる。その背にはひげを蓄えた厳しい顔の老人が座していた。わけのいかづちの狼様、ご無沙汰しております。堅苦しい挨拶は不要ぞ。一刻も早く癒しの湯で心身を癒すがよい。しかし珍しいですね。親方様自らがいらっしゃるなど、何かありましたか？うん。実はな、ただ人が泊まりに来ておるのだ。こそこそと囁くのも無理はない。ここは人がやってきてよい場所ではないのだ。八百万の神々が疲れを癒し、人力を充実させるための憩いの宿。そして、神々の中には人を食べるものも少なくない。紛れ込んだのですか？いや、正式な客じゃ。年末に送るチラシから連絡をもらっておる。予約専用ダイヤルにかかってきおったからな。これはいかんと気づいたのは、迎えの牛鬼車に乗せてからじゃ。予約をもらった段階でわからないものでしょうか？まあ、聞き覚えのない神じゃな、とくらいにしか。何せ数が多いでな。千年近くも顔も合わさぬ者もおるし、出雲の集まりとて見知った顔なんて数えるくらいにしか合わぬわいな。私も神奈月になると、かまど神社のご祭神と共に、氏子の良縁を勝ち取るべく、出雲に新幹線で向かうのだが、その集まりの規模ときたら尋常ではない。八百万の神々が一堂に会するのだ。800万もの数である。人間が年末に行うコミケに参加している神が、数ならうちらの集まりの方が圧倒的に多いけども、夏のコミケは暑さで死ぬとのたまっていた。そのコミケとやらが75万人である。その10倍以上の神々が集うのだ。毎年思うのですが、もっとこうやり方を考えるべきですよね。伝統ゆえ仕方あるまい。それにあれも集まる口実に過ぎぬよ。その後の打ち上げの宴会が主じゃからな。いや、それよりも今は九段の人間をどうすべきか。俺は追い出すべきだと思うけどな。人にここの湯は効きすぎる。私は反対ですね。せっかくの旅行なのですから、きちんともてなすべきです。どんな事情であれ、彼らとて好き好んでやってきたわけではないのだ。うん、菅原殿の言い分に一理ある。では、なるべく我らは姿を見せぬよう配慮いたそう。しかし、風呂などはどうするね。大丈夫じゃありませんか？人の姿をした神々も多いですし、最後に夢とでも思ってもらえれば。人間というのは結局のところ、自分の信じたいことしか信じぬものだ。すいません。もう限界なので、風呂に行ってもよいですか？引き止めてすまぬな。いいえ、と答えるよりも早く、ぐいと肩の上に担ぎ上げられる。よし、風呂だ。風呂に入るぞ。従業員のスズメたちに体を清めてもらい、ようやく露天風呂の湯船に浸かる。水尾庵は、八百万の神々が疲れと汚れを癒す宿だ。そのサイズもバラバラで、人間大の神ばかりではない。軽々と山をまたぐような神もいる。そのため、露天のサイズもいかいじみている。巨大な滝、七色に輝く霧、どこからともなく聞こえてくる天井の音楽。雅楽っぽい音色は正月感があるので、遠慮したいんですけどね。
ぐったりと湯に浮かびながら、他の神々に目をやると、どこの神々も憔悴しきっている。無理もない。年末年始というのは神々にとって繁忙期なのだ。おまけに今と昔では参拝の中身も随分と様変わりした。昔は神々の前で誓いを立てることで、その加護を願ったものだ。しかし、いつの間にか願いを叶えてもらうというものになってしまった。ご神徳を得ようとするのは変わりないのだが、他力本願という意味合いが強い気がする。そもそもご神徳も万能ではない。私は勉学の神として祀られているが、何も受験生の偏差値を急上昇させるような力はない。私にできるのは、試験まで健やかでいられるよう、病魔や薬剤を退け、勉学に励むことができるようにするのがせいぜいで、合格のお墨付きをあげられるわけではないのだ。それでも根が真面目な私は、参拝客の一人一人の声に耳を傾け、どうにかならぬものかと頭を悩ませる。近所や知り合いの神々に相談をしてみたり、市役所で行政をチェックしてみたりする。できることなら、誰もが幸せになるよう願わずにはいられない。こうして髪の毛が真っ白になってしまうのも、毎年のことだ。年がら年中参拝客の絶えない我が社ではあるが、ここ半世紀は尋常ではない。地域の神々が一丸となってことに当たらねば、到底乗り越えられないのだ。最近は百済や唐の観光客が参拝に来るが、ご神徳の県外なので、月末にまとめてあちらの神々へ加護を丸投げしている。電子メールで済ませられるのだから、グローバル社会である。まあ、争うよりもずっといいか。今は国籍も性別も人の営みには関係なく、果ては神々も人に混じってアイドルのライブに出かけたりする世の中である。神の方も身分を偽って人と居酒屋で飲み交わし、カラオケでヒットバラードを歌い、道端で戻したりする。良い世の中になったものだ。すんません、ここいいですか？不意に声をかけられ顔を上げると、右腕のない青年がタオル片手に立っていた。どこか不思議な雰囲気のある子で、すぐに彼が元気であることが分かった。なるほど、彼が迷い込んだという人間か。ええ、どうぞ。まだどこか幼さの残る顔が、湯船に浸かって溶けるようにほぐれた。あー、気持ちいい。気持ちいいでしょ。ここは特別な温泉ですからね。お兄さん、ここの常連さん？まあ、毎年来ていますからね。そうなんだ。なら、神様かな。急に言い当てられ、思わず目を白黒させてしまった。はは、当たりか。すごいな。人の形をした神様なんて見たことなかった。わかるのですか？俺さ、右目が少し特別で、お兄さんが光ってるように見えるんだよね。昔ビルに巻きついてるむちゃくちゃ大きな蛇の姿をした神様を見たことがあるんだ。あの蛇もぼんやり光ってて、ああ、そういうもんなんだなって。これは驚いた。昔は人間の中にも神を見ることのできる人間は少なくなかった。昨今でも赤ん坊や無垢な幼子などは見えることがあるが、これほど深く見ることのできる人間はそう多くはない。まあ、今はオフなので、ただの当事客に過ぎませんよ。なら、気さくに話してもいいよね。お兄さん、ここはすごいね。現世でもないし、あの世でもない。誘拐ってやつかな。名前はいろいろありますよ。時代や土地でも呼び方は違いますし、常世の国なんて言い方もありましたね。
道理で天国みたいに居心地いいもんな。こりゃあのじいさんの差し金かな。青年はそう言うと右腕の付け根をもみしだいた。事故ですか？うん、バイク乗っててタクシーと事故った。それから腕の感覚だけが残ってて、死んだ人の願いやら何やら聞いてるうちにいつの間にかこの有様、もう半分あの世に足を突っ込んでる。この世のものではないものにあまり近寄らない方がいい。中には生まれつきそういう世界とつながってる人もいますけどね。そんな人は稀ですよ。ああ、俺の姉弟子がそんな感じです。魔女みたいな。その人の真似をしてはいけませんよ。命が縮む。私の時代にも言った鴨野忠幸殿、彼は巧妙な陰陽師だった。誰よりも深く物事を見通す目を持っていた彼は、性格的には破綻していたが、その際を時の帝は絶対的に信頼していたのを思い出す。そうなんだよね。俺はやっぱりそういう才能はないんだ。この腕だってたまたま手に入れたもので、使いこなすどころかどんどん体を蝕んでる。そうまでしてしなければならないことがあるのですか？青年は正面を見据えて何事か思案しているようだ。わからない。ただそうすべきだと思うんだ。師匠とはもう呼べないけど、もう亡くなった恩人が俺をここによこした気がする。おかげで右足も動くようになったし。君はお師匠様とは良い関係でしたか？いやー、それが全然。拾ってもらって修行してたんだけど、全然物にならなくて、才能もなかったし、それに俺は師匠のような考え方ができなかった。才能の塊だった姉弟子も師匠に反発して、結局二人して破門された。おせっかいなじいさんだったよ。尊敬してた。なぜ破門に？師匠の言う怪異と人の仲立ちってのが納得できなかったんだよね。俺は人があんまり好きじゃない。だから死んだ霊の復讐に手を貸したり、成仏させるために加害者を死に追いやったこともある。だっておかしいじゃないか。法で裁けないものを被害者が裁いて何が悪いんだ。ああ、この子は本当にまっすぐだ。社に構えた部分もあるのだろうが、彼は若者らしい正義感を持って自分の置かれた環境と向き合っている。ご神徳を与えてあげたいところだが、その必要はなさそうだ。大丈夫。君のお師匠様は今でも君のことを見守っていますよ。本当？もしかしてここにいたりする？俺が見えないだけで。見えるものが全てではありませんよ。死んだ人の思いは残りますから、良くも悪くも。それはお兄さんも？困りましたね。そんな質問をされたのは久しぶりだ。そうですね。絶望と悔恨の果てに死に、宮中に雷を落としたりもしましたが、今は後悔していますよ。おかげでこういう立場に祀られるようになったというのも複雑な気持ちですが。それってもしかして？今はオフですからね。昔話はよしましょう。それに君はどう見ても受験生ではないようだし。ははっ、もっと早くに会いたかったよ。まあ大学も中退しちまったけど。二人でひとしきり笑うと彼が立ち上がる。ありがとうお兄さん。少し考えがまとまりそうな気がしてきたよ。カウンセラーとか向いてるんじゃない？迷える子羊を導くのとか。そういうのはあちらの神様の専売特許ですから。終始に合わない。我々は人事を尽くした者にこそ天命を与えるのだ。そりゃそうだ。じゃあね、お兄さん。ええ、ご縁があればいつかまた会いましょう。桜千早くん。あれ？
俺名乗ったっけ？名前を読み解くぐらいはなんてことありませんよ。あなたの悩みも解決してあげられたらよいのですが、それはあなたが答えを出さないとね。オフなんだからゆっくりしなよ、お兄さん。菅原です。私の名前は菅原と言います。ありがとう、菅原さん。またね。彼は快活に笑うと、違う湯船へと軽やかに走っていった。気持ちの良い若者もいるものだ。ん？そういえば二人組ではなかったかな？宴会場は想像していたよりもずっと混沌としていて、もはや収拾がつかないありさまになっていた。途方もなく広い座敷を埋め尽くすように、八百万の神々が酒器を片手に顔を真っ赤にして踊り狂っている。笑い上戸の神や泣き上戸の神、怒り上戸の神で、宴会場は騒がしいことこの上ない。部屋の隅には下戸の神々が集まって、嫌悪感丸出しの顔で彼らを遠目に眺めている。皆口々に飲酒がいかに悪影響であるかを説き、アルコールに負けるなと互いを慰め合う様は、何とも神らしくない。私はほどほどに酒をたしなむが、今回は下戸の神々の隣に腰を下ろした。シラフであの渦中に飛び込めば、高速道路へ時速20キロで合流するようなものだ。大事故が起こる。やあやあ、菅原道真殿ではありませんか。お久しゅうございますな。どうも、ご無沙汰しております、クエビコ様。クエビコ様は、畑に立つカカシの姿をしていて、大国主様の国づくりの際にも、知識を発揮した博学の神である。他の神、山の神、農業の神としてご神徳を与えている。クエビコは当て字で、本来は崩れるに彦と書き、クエビコと言い、体が崩れた男という意味だ。すなわちカカシのことである。菅原殿は大変でしょう。髪の毛がまだまだらになっておりますぞ。一晩寝れば元に戻ります。毎年のことですから、もう慣れました。ささ、一献どうぞ。私はこの通り口もなければ目もありませぬからな。氏子が報じてくれたこのかかしがなければ、こうして座敷に座ることもできませぬ。しかし、何と言いますか、随分と派手なご神体ですね。鮮やかな絵の具で彩られた、てるてる坊主のような頭には、プラスチックの目と口がついている。胸の部分には拙い字で、一年二組ご奉納と書かれていた。背中には幼児用のアニメのキャラクターまで描かれている。いいでしょう、これ。私の氏子の子供たちが学校で作ってくれましてな。もみじのような小さな手で一生懸命こしらえてくれたのです。宮参りの自分から見知った子供たちが、こうしてよりしろを作ってくれるというのは、神冥利に尽きるというものですよ。頭をくるくると回転させて喜ぶ姿が、なんだか妙に愛らしい。素晴らしいですね。羨ましい。子は宝ですな。うちの境内にも幼稚園がありますが、あれは癒されますね。ただ最近は世間の目も厳しいので、ニコニコと小一時間ほど眺めておりましたら、警官に職務質問をされる羽目になりました。主審ですのに、オーラがないんです。免許証を見せてもなかなか納得してくれなくて困りました。名刺を渡しても怪しまれる一方で。抗議で言えば宗教団体ですからな。彼らも仕事でしているのだから仕方がないが、他ならぬ自分の神社の境内で不審者扱いを受けるというのは、さすがに辛い。紳士である嘘も苦笑していたが、無理もない話だ。
それに引き換え私などは見つけてくれる者もほとんどおりません。こうして依り代がなくば、形を持てぬ無形ゆえ、少し羨ましくもありますな。クエビコ様に限らず、実体を持たない神々は少なくない。特に国づくりよりも前の高貴な神々は、形を持たない神ばかりであったという話だ。しかし、不審者扱いされるよりは良いだろう。菅原殿は神としてここまで実直に務めを果たされる。傲慢で奔放であっても良いでしょうに。なぜそのように身を粉にして人の子らを守護するのか。確かに、八百万の神々のほとんどは、傲慢で自由奔放。祝福とたたりを与える理不尽な存在だと言えるかもしれない。人の生死にもある種の観念を持っている。だが、それでもこの国に住まう神々は、人のことを愛しているのだ。負けず嫌いなのでしょう。あれだけ多くの人の子らが近いよう、嘆願をしにやってくる。健やかに荒れますよう、と、満願を込めて。それらから背を向けてしまえば、私はきっともう勉学の神ではなくなってしまう。またあの荒ぶる神として、たたりをまき散らしてしまうのでしょう。生前、私は失意の底で死んだ。見送る子らに詫びながら、その生を閉じた。恨みがなかったといえば嘘になる。私は命の尽きる刹那、確かにあの都を呪ったのだから。憎悪と怨嗟を込めて、決して許さぬと。その結果、私は大勢の命を奪った。祖に神を持つがゆえ、というのもあるだろう。私はたたり神として、雷を持って天神となった。そうして恐れた者どもが私を神に祭り上げた。神になったから私は正気に帰ったのではない。子孫たちが都に戻ることができた。それが何よりも私を慰めてくれた。やがて父母も親戚に入り、一族の汚名は晴らされたのだ。私はこの現代の御世において、なかなか楽しく過ごしております。人の友人も多くできましたし、趣味もあります。人の子らの願いの後押しをするというのも楽しいものです。クエビコ様は頭をくるくると回して、朱瓶を手に取った。菅原殿は善良な神でいらっしゃる。さあ飲みなされ。英気を養い人の子らにご神徳を届けねば。はい。と私はうなずいて手記を煽る。神の宴は続く。気がつくと、私は他の神々と一緒に廊下で朽ち果てていた。スズメたちが惨憺たる宴の残骸を片付け始めている。はだけた浴衣があちこちに散乱していて、全裸で転がる男神も少なくない。鹿の姿をした神が、右の角が取れているのに気づいて混乱して、どこかへ走り去ってしまった。残念だ。隣で尻を出して寝ている男神の手の中に角があるのに。起き上がると、疲労はすっかり飛んでいっていた。さすがは醸造の神が作った酒だ。二日酔いするどころか、若返ったのではなかろうか。腕もよく上がるし、関節も痛くない。まるで十代の体に戻ったようだ。自分の座敷へ戻って、眠気覚ましに朝風呂に入る。個室の露天風呂だが、朝もやにけぶる海を眺めるのも悪くない。そういえば、昨夜の彼も温泉に入っているだろうか。チュンチュンと庭木に泊まった従業員のスズメたちが声をかけてくる。
おはようございます。朝芸をお持ちいたしますが、よろしいでしょうか。それとも宴会場で皆様とご一緒なさいますか。いや、自分の座敷でいただこう。宴会場では迎え酒をし始める神々もいるだろうから。かしこまりました、と雀たちが元気よく飛び立ってゆく。やっぱり温泉はいい。二日市の温泉も良いけれど、ここの温泉は格別だな。十分に温まってから風呂から上がり、身支度を済ませてしまう。いつの間にか用意されていた朝芸を食べ、座敷の中を軽く掃除してから出立することにした。ロビーに向かうと、従業員のスズメたちが慌てふためいている。どうしましたか。ああ、菅原様、実は人間たちが宿を出るために今こちらに向かってるのですが、肝心のお題をどうするか困っているのです。お題。はい、わけの数値の狼様が、人には家福ゆえ寿命をいかばかりかいただかねばならぬとおっしゃったのです。神の宿に泊まる代償だと。わけのいかづちの狼様はいずこに。朝から他の神々様と宴を催していらっしゃいます。あ、もう来てしまいました。君たちは隠れなさい。あとは私が良いようにしておくから。パタパタタとスズメたちが一目散に逃げ出した直後、昨夜の彼がひょっこりと顔を出した。お、昨日のお兄さんじゃん。彼の隣に立つ背の高い神経質そうな眼鏡をかけたイケメンが同伴者か。なるほど、年上でいかにも世話焼きといった風に見える。ああいうタイプはエマにも今年の目標を淡々と書くタイプだ。ああ、昨日の。こんにちは。答えは出ましたか。まあね、おかげさまで。お兄さんもチェックアウトするとこ。ええ、いい加減戻らないといけませんからね。こちらとあちらでは時間の流れ方が違いますから。どれだけ仕事が溜まっているやら。お正月が終われば他の人もそれぞれの土地へ帰りますからね。正真正銘一人での戦いが始まるので。でも疲れはかなり取れたんだろう。そうですね、あなたも随分と体が元に戻ったようで。でも無理はしない方がいい。ご友人も心配しています。視線を向けるとドキッとしたように目を白黒させている。素を出さないタイプに見受けられるが、割とトラブルには弱そうだ。先にチェックアウトしてください。私は人を待っているので。嘘だ、帰りは誰の力も借りずに帰ることができる。他の神々はもうしばらく英気を養うだろう。そう？ならお言葉に甘えて。彼がフロントの呼び鈴を鳴らすと、顔の前を布で覆った着物姿の女性が出てきた。どうやらスズメたちが必死になって人に化けたらしい。スズメは差し出された鍵を無言で受け取り、一枚の請求書を差し出す。そこには、10年。それだけが書かれていた。金額の提示もなく、ただ10年と。なんだこれ。何が10年なのでしょうか。困惑するのも無理はない。まさか一宿一飯の代償が寿命10年とは夢にも思うまい。あ、いいんだ。ここの支払いは私たちが出すから、このまま返してあげてほしい。スズメはどうしてよいかわからずしばらく沈黙していたが、ぎこちなく一礼すると、領収書を記入して差し出した。そこには気を使ってか、法人名で領収が切ってあった。さあ、もう帰った方がいいですよ。ここを出たならまっすぐに坂を降りて、途中何度か分かれ道になっているけど、
気にしないで真ん中の道を通れば駅に出られますからね。人の身を放り出すのは忍びないが、私はついていけない。自分たちの足でここへ来た彼らは、自らの足で帰らねばならぬのだ。お支払いしますから、おいくらでしたか？イケメンメガネが慌ててそう言ってきたので、私はそれを誇示した。私は生前からイケメンに借りを作らないことを信条としている。いいのいいの、そんなことは気にしないで。ほら、早く行かないと他の人たちがやってきますよ。さあ急いで。ぐいぐいと背中を押し、二人を宿から追い立てる。少々強引かもしれないが、人の身であまり長居すると、本当にここから出られなくなってしまう。最後に一つだけ、坂道を降りている間は、決して後ろを振り返らないように。もしも振り返れば、二度とここから出られなくなってしまうから。よもつ平坂の話に曰く、ここは人にとっては異界と同じ。ありがとう、菅原さん。さくらくんも元気で。さあ、行きなさい。トンと背中を軽く突き飛ばし、二人の姿が朝もやの彼方へと消えて行き、やがて見えなくなった。彼らはうちの参道に出ただろう。運が悪ければ、少し月日が経っているかもしれないが、帰れただけありがたいと思ってもらうほかない。さて、帰りますか。一人ごっちて、朝もやの中を歩く。雅楽の音が聞こえる。さあ、私は正月の4日目へ向かわねば。